はい、天才社がですね、今日はですね、もうちょっと、悩んでる保護者のね、まあ、ちょっと、に対しての、まあ、トークですね。まあ、それをちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、何を話すっていうか、ちょっと、まあ、いろいろね、皆さんが悩んでるだろうな、というふうに思ってるだろうな、ということをね、ちょっと今日はお話しさせていきたいと思うんですね。ちなみに私ごとですね、お話しさせてください。私はテニス雑誌で、まあ、技術解説、その他、まあ、世界のね、テニスの事情というか、のレポートを本で書いてました。また、テニス空の経営もやってて、まあ、日本代表選手、そういうのを、育成して、プロの選手もいました。で、まあ、あとね、国際交流でもね、今から韓国の方とか、まあ、いろんなところのね、国にね、ちょっと子供たちを連れて、まあ、練習やったり試合やったり、またそういうのを招いたりというようなこともやってるんで、まあ、ぜひともよかったらですね、まあ、うちの動画を見てる中で情報を掴んで、また参加できるときは参加していただければいいんじゃないのかなというふうに思います。ということでね、ちょっとま、今回ね、ちょっと皆さん努力してると思うんだけど、まあ、言えることは、努力したからといって、勝てるという保証はないですね。で、なんていうかね、正直、どういうんだろう、大して頑張ってるような感じじゃなくても、やっぱり勝ってるところは勝ってるんですよね。極端に言えばね、なんかこう、余裕で、勝ってるところは勝ってる。で、もう一生懸命努力はしてやるんだけども、なんか身を結ばない、ね、というところがありますね。で、なんていうんだろう、まあ、あるね、地域の子が、まあ、すごく頑張ってたの例があったんだけど、そこは、まあ、まあ、レベル低いとおかしいけどね、ちょっと、まあ、ごめんなさいね、もうちょっと私、口が悪いから。まあ、勝ちやすいからね、まあ、すごく結構強いんだけど、そこでは強かったんだけど、結局でも全国いたらも全然勝てないっていうね、いう風な感じで。で、まあ、本人もね、もういろんなところにこう出ていてね、こう練習を積んでいって、かなり努力をね、トレーニングからね、からかなり努力をして、やっていって。で、結構課題もね、どん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 、こう、一つ一つ埋めていって、よくはなってるんだけど、やっぱりね、勝ちきれなかったんだよね、こう、結局は。だからもう保護者からすればもう本当にすごいこう悩んでましたよね。こんだけやってるのに絶対努力では負けてないと思う。で、私もそこのこう知ってたからね、ずっとこう見てたんだけど、やっぱり努力はね、本当に真面目に一生懸命やるし、努力をするし、やっぱり一つ一つのことをこう、なんて言うんだろうかな、やっぱ埋めていってやってるっていうのはやっぱり知ってたから頑張ってるなっていうふうにこう思うんだけど。ただね、やっぱし思ったのは、まあ、その子だけじゃなくて、多分似た子いっぱいいると思うんだけど、もう見てわかるんだよね。あ、ちょっとなんかこう、この辺限界じゃないのかなっていうね。そのじゃあ限界点って何なんだろうっていうね。で、ある子、別の子もいるじゃない。そんなにこう頑張ってるわけでもなかったんだけど、まあ、普通にまあ、ほいほい、テニススクールに行って、で、別にお父さんもお母さんもなんかそんなにすごく頑張ってるわけじゃなく、また、もう本当にもうコーチにお願いします、みたいな感じで、ね、応援してたぐらいなもんなんだけど、だそれでもうなんかプロになっちゃってるとかね、だかそのいますからね、まあ努力しなかったわけじゃないんで、それはその悩みがあったんだろうけども、でもやっぱり私はこのね、両者をこう見てて思ったんだけど、努力は多分そのプロになった子よりかもう倍以上の努力はしてたと思う。ね、それでもそこに到達できなかったですね。で、どういうのかな、もうなんか多分皆さんも見てて分かるでしょ、こうパッと見て、あ、なんかこう強くなりそうもないなとかっていうのね。で、そういう子っていうのはやっぱり思った通り上に上がりきれてなかったりとかするわけですよね。で、じゃあこれ結論的にじゃあそういう子どうしたらいいのかなっていう思うのね。正直、そういうのであえいでる子らに対して、まあ、私は部外者だったから、そこまでのこう突っ込んでこう言えないじゃない。極端に言えばね。で、まあ私はある程度はこう言っていこうとは思うんだけど、やっぱりその言うにもこう限界があるからね、もう本当にこう、なんて言うんだろうかな、やっぱ人間関係潰してまで、そこまでね、
言い切っていけるんかどうかっていう、その人間関係がやっぱあるじゃない。少し前にもあったもんね、このある、こう、保護者、まあそこはもうすごい腹くくってやってると私は思ってたから、もうお母さんとか保護者でこう、もう、なんていうかね、もう、真っ向にもう、なんていうか、ガツンとこう、私も、突っ込んだのね、こう、やっぱりその、一つの問題についてね、でここをだってクリアしてこないと、その、ね、ちょっとした県大会かなんかで優勝するんだっていうレベルじゃなくて、さらにもっと上、もっと上ってことを考えた場合、絶対その努力とその心構えじゃ無理だろうなっていうのが、その保護者に見えたから、突っ込んだんだよね。全員は全員は突っ込みませんよ。でも、やっぱりそこで、やっぱり人間関係が潰れてやめていったもんね。だから、なんて言うんだろう。マイペースでね、うまくなる子はいいんだけど、そうじゃない子は、やっぱ相当、なんていうのかな、そこまでこう突っ込んで言える人をちゃんとこう、受け入れる、その、なんか度量というか、親も本人もだけど。で、また話違ってね、別の子なんだけども、壊れる寸前まで行っちゃうこともあったのね。親も一生懸命。で、子供も一生懸命。ね。で、コーチも一生懸命だったんだけど、選手、本人も頑張ってたんだけど、やっぱりその、選手の、その気持ちのキャパをもういつまか超えてたのね。で、なんかもう本人が精神的になんか壊れかけてた。ね。本人は頑張ろうとするのよ。でもやっぱりこうあるじゃない、この自分のその、なんていうのかな。精神的なキャパっていうのが。そこがもう壊れかけてた。で、まあ、お父さんとかお母さんも9月は気がついて、まあ、本人も頑張ろうとはしてたんだけども、これ以上行くと多分本当に潰れちゃうとか思って、そこでもう引いちゃったのね。で、そういうのもこうあるのね。っていうふうに、別に本人はギブアップしてるわけじゃないけど、明らかになんて言うんだろう、こう、本人がどこまで受けるかをキパっていうのもこうあったりとかするから、なかなか難しいんだろうな、っていうふうなところがありますよね。で、そのじゃあ受け入れて、じゃあ全部治るのかっていうふうな、ことですよね。正直、その、明らかにパッと見て、あ、ちょっとこれ、厳しいなっていう子が、いたとしても、どう言うんだろう。もう、ある程度の、その、ところまで、もし、こう、突っ込んでいけたら、もう少し、こう、レベルアップは多分していけると思うんだよね。でも、それはもう本当に、おそらく、もしかしたら、本人のキャパが壊れちゃうのか、その前に親のキャパが壊れちゃうのかっていうふうなね、そういうのもこうありますよね。一番いいのはね、こうなんか伸び伸びとやって強くなれれば一番いいのかもわかんないよね。で、一人、これまた話別だけど、ある今ね、プロで活躍してる子がいるんだけど、名前出したら、まあ多分わかるので、名前はちょっとまあ出したくはない。まあうちのブログ見たら多分その子いっぱい出てくるからわかるんだけど、今プロでやってますね。スポンサーもついてね、一生懸命今頑張ってます。その子はテニスはね、4年生ぐらいまでスクール行ってないんだよね。正直言って、ね、あんまり本当練習量はめちゃくちゃ少ないんで、やってないんだよ。でもまあね、大阪の、もう四天王の一人になってて、強かったんだけどね、すごくね。その子ってね、いつもね、なんかね、楽しくやってたよね。楽しそうにニコ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 してね、いつも楽しそうにやってて。うちにも本当よく来てくれてね、ある程度私もこう最初ね、もうフットワークなんか全部メニュー組んで、栄養も全部見て、お父さん、あ、お母さんの方にも提案してこうやってたんだけど、伸び伸びと、やってたよね。努力してるっていう感じはなかった。こうね、いやしてたと思うね、本人はね。でも、すごく楽しそうだったんですね。で。それがそのまま延長でこう続いていってて、ね。まあ、地域のまあトップレベル。全国で行けば、そこまでのは、行かなかったかもわかんないけど、
高校ぐらいだったら、まあ、あれ、確か全国優勝してんのかな、なんか団体かなんかでね。で、有名な大学に入って、まあ、多分成績もまあまあ、上でっていうかね、その飛び抜けてっていうわけではなかったと思う。ね。でも、ね、プロになって、今こう、いろんな、Facebook かなんかでも見るんだけど、すごく楽しそうにやってる。ね。そういう子もいるんですよね。だからそれを見たときに、何なんだろうってこういうふうにこう思うのね。で、そのプロになった子も運動能力、まあまあ、まあ普通よりかはあったっていうか、でもね、骨のアライメントがもう別格に良かったのね。だから、すごい短い時間でいろんなものを吸収できる能力をすごく持ってた子で。まあ多分でもプロにはなるとは思ってなかったね。でもやっぱ好きだから本人がやっぱプロの道を選んだんだろうね。それとは真逆にプロになるんだ、プロを目指すんだってもう本当に努力して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 結局なれないっていう、おそらくそのさっき私がプロになった楽しくやってプロになったっていう子よりおそらく2倍3倍4倍5倍努力してたと思うけど、何が足らないんだろうとかってね、こう考えるのね。まあもっとこうどうなんだろう、楽しくやれればよかったのかなって考えることもあったけど、でもその努力した子って多分楽しくマイペースでやっても多分厳しいだろうなっていう感じもするわけよね。なのでおそらくもうそういう星の元なのかなと思うのね。苦しみながらプロになるやつとね、で楽しくプロになるのとっていう、なんかそんなのがあるのかもわかんないね。まあ昔ねちょっと話変わるとイワン・レンドルって言ってね、プロになったんだけど、世界一のプロだったけどね、その人はお母さんにもうコートに縛られてやってたっていうかね、だからもう本当に苦しみながらもうなんか無理やりさせられて、でまあ世界一になったんですね。まあそういう星の元に生まれた人もいるんです。苦しく1位になった人もいるだろうし、楽しみながら1位になった人もいるのかもしれない。まあ、楽しみながら1位になったのかな、そこはちょっとわかんない。でも、まあ、国内プロだったらどうなんだろう。楽しみながらでもなれる可能性がまたあるんじゃないのかな、とは思うんだけど。じゃあ、苦しい人たちはどうすればいいのか。やっぱり、さらに突っ込んで、そこをやりきって限界に挑戦してもらうことなんじゃないのかなっていうふうに思ったんですよね。おそらく楽しみながらやっても見ててわかるでしょ、こうなんかこう一生懸命やってて、でその子がじゃあ楽しみながらやったらどうなんだろうって言って、余計ダウンするんじゃないのっていうのいっぱいいるでしょなんかね。そこはちょっとなんていうのかな、自覚してやってもらった方がいいのかもわかんない。まあ、うちの方でも、まあ、うち、私が、どちらかというと、能力的なこととか、そういうのも、おそらく、まあ、普通の多分、コーチの人だから多分知ってると思うので、そこは、こう、言ってもらったら、もしもね、なんていうかな、率直なところでって言ったら、まあ、それなりに答えていこうとは、こう、思うんだけど、やっぱりこの、なんていうかな、やっぱり最低改良しなきゃいけない運動能力的なこと、そして、自分に合った戦術的なところからいろいろこうメス入れて心技体一から考えていって、やれば何かが見えてくるのかもわかんないですよね。ちょっと答えにはなりにくいかもわかんないですけど、多くがでもやっぱり苦しみもがきながらやる方が多いから、またそういうの道に一緒にこうちょっと歩みたいなというふうな
感じになったら、私ももうちょっとそこにそういう人たちに突っ込んで入っていくのかもわかんないけど、まあ皆さんの方からいろいろちょっと意見もらったら、できるだけ答えになるものが出せるかもわかんないですね。今日は一体何を言ってるかわかんないけど、おそらくこう答えが出ない前に悩んでる人が多いと思うんで、そういうお話をしました。まあ、一度ね、まあ、うちの方にも、またこう、練習会とかいろいろあるから、来ていただければいいんじゃないのかなと思うんで、土日につけて出しておくんで、一回ちょっと来てみてくださいですね。というような、頑張ってください。